組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。散歩行く？決めずに歩くのが楽しいのでござるよ。ねえ、あれ、あの雲は何に見えるです？なんでござるか？クリームパン。もう子供は食べることばっかり。ミカは子供じゃないです。自分を名前で呼ぶとこなんて子供じゃないの。喧嘩はやめるでござるよ。ねえ、どこに行くか決めたの？修行などはどうでござるか？修行？いつまでも自称甲賀忍者見習いでは嫌でござろう。ねえ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 、どんな修行なの？風が運んでくる声を聞き取るのでござる。声？耳を澄ますと風に乗ってかすかに物心が聞こえることがあるのでござる。物心？何それ？物が発している声のことでござる。この世の中にあふれるものにもちゃんと心があって声を発しているのでござる。今回は物心を聞き取るのが修行でござる。楽しみです。でもなんか難しそう。風花殿と文花殿ならきっとできるでござるよ。そう？違うでござる。一本指を立てて、ここでござる。ここか。こう？こう。集中。聞こえないよ。集中でござるよ。集中。では物心の主を探しに行くでござる。散歩テクテク、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 散歩テクテク。近いです。こっちです。聞こえたでござるか？待ってよ。それだか？すごい。この子です。随分ボロボロだね。何と言ってるでござるか？助けてって言ってるです。助ける？
いします。お願いします。ハリと伊藤、はい、どうぞ。駐車します。どうしようかな。そうだ、これだ。これよし、ありがとうと言ってるでございます。うん、皆さん見て、あ、かわいいでしょ。すごい、ほら、お目が。今度は風花殿の番でござるな。ミカに負けてらんない。どうでござるか。聞こえた。本当？うん、あっちの方から。散歩テクテク、散歩テクテク、散歩。こっちこっち、こっちだよ。この自転車が物心の主でござるのか。よりによって自転車。どうかしたでござるか。それは、あ、言っちゃダメ。これから緊急オペを開始いたします。よろしくお願いします。あ、ありがとう。猫のネジ取ってもらっていい？綺麗になってよかったでござるね。はいです。どうしたです？声が。物心はなんと乗ってほしいって、そう言ってるのでござるか。うん、では早速乗るでござる。でござるか。薬草ならあるでござるか。かっこ悪。実は自転車に乗れないんです。そんなことでござったか。拙者も苦手な忍術はたくさんあるでござるよ。でも乗ってほしいって。じゃあ私が代わりに乗ってあげるです。あー、やっぱりダメ。だって僕を呼んでくれたんだもん。僕が乗ってあげなきゃ。本当に大丈夫？大丈夫。
中堅忍者として負けられないでござるな。集中。ねえ、聞こえた？どんな声でした？ものすごく小さな声なので聞き取りづらいでござる。散歩テクテク、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 散歩テクテク。どうかしたのですか？声がもしかして聞こえなくなったの？もう一度集中。聞こえたでござる。この辺りなのでござるが、何もない。そうでござるな。見つかるように頼んだです。どうしたんですか？忍びとして情けないでござる。なんで？神頼みまでしてもらったのに物心を聞き取れないことが情けないのでござる。かたじけないでござる。集中。
たら。やったー、すごい、見せ、今開けるでござる。せがんでいるでござる。時間が続けばいいね。ずっと離れないで、ずっと三人一緒。それは無理というものでござる。拙者たちもいつかは大人になるでござる。そうしたらずっと一緒にはいられないでござるよ。どうしてそんな寂しいこと言うんです。それが現実というものでござる。けれど寂しくなったら口笛を吹くでござる。自分どんなに離れていても文香殿の口笛を聞いたらどこからでも駆けつけるでござるよ。本当ですか。約束でござる。私も楓姉の口笛を聞いたら必ず駆けつけます。僕も。あ、私も。拙者も。指切り玄万嘘ついた。ドジなんだから。それにしても二人は背がちっちゃいでござるな。一つ、散歩は一日にしてならず、これぞ散歩の極意。一つ、地図は持たずに家を出よ、これぞ散歩の極意。一つ、見知らぬ路地は必ず曲がる、これぞ散歩の極意。一つ、迷子を恐れず突き進む、これぞ散歩の極意。一つ、天気のいい日は迷わず歩き出せ、これぞ散歩の極意。元気ないよね。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。来週も見るのよ。